どうぞ。福岡県大野城市にある西鉄下織駅前の広場では昨日開通式が開かれ、服部知事や沿線の自治体の市長らおよそ30人が出席しました。今回高架化されたのは西鉄天神大牟田線の雑所の熊駅から下織駅までの区間およそ5キロです。この区間では朝夕のラッシュ時、1時間のうち合わせて40分ほど踏切が降りた状態となり、交通渋滞が発生していました。高架化によって5キロの区間にあった19箇所の踏切がなくなり、交通渋滞の解消や事故の減少が期待されています。西鉄天神大牟田線は雑所の熊駅と春日原駅の間に新駅となる桜並木駅が来年度後半に開業する予定です。